どうもこんにちは。アラニウムの続きを今日もやっていきます。今日から、ビヘビアは前回で終わったので、シス&プロックリブというところをやっていきます。シス&プロックリブはシスモジュールとプロックリブというモジュールの説明みたいです。で、シスモジュールとプロックリブモジュールが何してるのかっていう、何をするやつかっていうと、動作を確認使用して実装されたモジュールの方のデバッグですね。まずはデバッグ、SIS モジュールはデバッグのための機能みたいです。でプロックリブっていうのは OTP の設計原則に準拠する特別なプロセスを実装するために使用できる関数があるらしいです。ちょっとここは見ないと分かんないですけど、まあ、SIS モジュールは大事そうなので、まあ、やっていきましょう。でまずは SIS モジュールの説明っぽいですね。はい、ジェンステート M ビヘビアコードロックを使用してこれらを説明しますということなので、コードロックを一旦、ビルドしてコンパイルしてで実行してみたいと思います。C でコードロックで行くはずなんですけど、行かなかったら悲しいな。エラー、ないとない時は抜けて、今はここなんでコードロックは別のとこに入ってるのかな。ここですね。コードロックはここに入ってるんで、ここで ERL を起動します。で、あ、SNM はいらないんですけど、コードロックで、まあ、何も問題なければ行くはずなんですけど、いたいた、よかった。はい。で、コードロックのスタートリンクで1234っていうのを実行してあげます。1234が暗証キーですね。1234と入力するとうまくいくというはずなんですけど、ロックで OK 来ました。 OK ですね。で SIS スターティックスというのをやってあげると何かが起きるみたいですね。はい、まあ、何が起きてるのか分かんないですけど、で SIS トレースっていうのもやってあげると何かが起こるらしいですけど、まあ何も見えてないんですが、まあ、この2つやるとデバッグモードになるみたいなもんなんですかね。でコードのロックでボタン1を押しますと。で1なんですね。1を押すとボタン1を押しました。そうするとデバッグが出ますね。デバッグでコードロックのレシーブキャスト、ああなるほど、ちゃんとシスモジュール自体がビヘビアの仕組みをちゃんと理解してて、キャストしたとかっていうのがちゃんと出るっていうことなんですかね。ボタンっていうのがボタンの1が入りましたよっていうのが出てますね。ステートはロックですよって、ロックどうですよっていうのが出ます。すごい、はい、でコードロックボタン2も押してあげます。2番押すとまた一緒ですね。ボタン2が飛びましたと。でボタン3を実行してあげると、3押しました。で次4を押すとアンロックされるので、これでどうなるかですね。はい、ロックを押す、4番を押すとアンロックされますと。でボタン4でステートがロックドからオープンに変わりましたというのが出てくれますね。ここまでやってくれるんだ、すげえな。はい、で SIS スタティックスというのを、あ、ゲットか、上はセットしてたのかな。SIS スタティックスで true を渡してたので、次は、ゲットを渡してあげることで何かが出るみたいですね。スタートタイムとカレントタイムと、リデュースクションメッセージインメッセージアウト、メッセージインが5回入ったってことかな。はい、まあなんかその辺の情報が出るようになってるみたいです。はい、で SIS スタティクスをフォールスにしてあげると。はい、で SIS トレースをまたこっちもフォールスにしてあげると。で SIS ゲットスターステータスコードロックというのをやってあげると、もろもろが出てくると。今の状態が出るんですかね。データのステート、あ、出てますね。ここにコードがレングスが4という感じで出てますね。はい、という形で、なんかデバッグというかができるみたいですね。モジュールを取ってきてモジュールの中身を覗くみたいなことができるやつっぽいです。まあ、まあ覚えておきましょうって感じですかね。まあ、分からないんだったらここに戻ってくればいいので、まあ、そういうことができるんだということだけ覚えておけばとりあえずはいいと思います。でスペシャルプロセッシーズっていうのがあるので見ていきます。このセクションでは標準の動作を使用せずに OTP 設計原則に準拠したプロセスを記述する方法について説明します。
そのようなプロセスについては次の通りです。プロセスを監視するツリーに適合される方法で開始されるシステムデバッグ機能をサポート、システムメッセージに注意してください。システムメッセージは各キャンシュツリーで使用される特別な意味を持つメッセージです。典型的なシステムメッセージは、トレースの出力の要求及びプロセスの実行中断または再開の要求です。わからんって感じですね。エグザンプルがあるので打っていきましょうか。かなり長いな。はい、まあ打っていきましょう。よいしょ。新しく作って CH4 ですね。URL。はい。で、モジュール CH4。エクスポート。で、スタートリンク0。エクスポート。これ、ビヘビア使ってないんですね。よいしょ、エクスポートを書いて、アロックとフリーか。あれ、なんかこれ最初に見たやつっぽいな。イニットの位置でシステムコンティニュー3、これが新しいですね。システムターミネート4、続いてますね。よいしょ。ライトデバッグ3、システムゲットステート1、システムリプレースステート2というのがあるみたいです。この辺全然新しいですね。で、スタートリンク、これはいつもの感じですかね。ブロックリブ使いますね。ブロックリブ出ました。ブロックリブのスタートリンクで、チャンネル4とイニットと、セルフ、自分自身を渡します。はい。で、これはアロックじゃなくてイニットで実行されるはずなんで、まあ、イニット見に行けば分かる感じですかね。アロックは、CH4 に対しての何か実行になるみたいですね。セルフのアロックを、送ると、チャンネル4の、プロセスに対して自分自身とアロックっていう、タップルじゃなくてアトムを送ってあげる。で、レシーブします。で、チャンネル4のレスっていうのが来たら、レスを返してあげると。で、エンドですね。はい。で、フリーです。フリーは、チャンネルだけもらいますと。で、チャンネル4の、モジュールじゃなくてプロセスにフリーと送ってあげると。で、 OK を返すということですね。はい。で、イニットペアレント、はい、これイニットでセルフを渡してるんで、これがペアレントってことですね。スタートリンクした、プロセスがペアレントと。レジスターします。レジスター、チャンネル4で、セルフ、自分自身をチャンネル4として登録します。チャンネルズ、チャンネルズを作ります。これチャンネルズは組み込みの関数なのかな。 PIF か。デブシスのデバッグプロオプションズというのがありますね。デバッグオプションズというのをよくわかんないですけど作ります。はい。で、ブロックリブのイニットアックで、ペアレントで OK を送って、自分自身ということで、何かしらやってます。初期化ですね。で、
でループというのを呼び出してチャンネルズとペアレントとデビーズデブかデブというのを送ってあげますと。でループはこの下に書いてある関数ですね。ループチャンネルズのペアレントデブですね。でレシーブします。レシーブしますと。で、from と、alloc というのが来たら、これ alloc で送ってるやつですね。これですね。alloc というのが来たら、dev2に、sys handle debug というのをやってあげると。で、dev を渡して、fun。これはインライン関数かね。CH4 のライトデバッグの3を渡してあげると。で、チャンネル4を次の引数で渡して、次にインアロックフロムというのを送ってあげるということですね。で、チャンネルとチャンネルズの2。チャンネルズの2どこにあるんだ？あはアロックでもらいますと。で、from に対して、チャンネル4と、チャンネル、新しいチャンネルですね、送ってあげますと。で、dev3 で、sys handle debug で、dev2 で、fun の ch4 のライトデバッグ3というのを送ると。で、この引数かな、これはチャンネル4のアウトのチャンネル4のチャンネルでフロムを送ってあげるって感じですかね。はい、なんかなんとなく分かってきたな。で、ループをやると、チャンネルズ2とペアレントと、dev の3を送ってあげるということですね。はい。で、フリーの方も実装されますと。フリーの方はこんな感じで実装していきます。dev の2で、sys のハンドルデバッグ。ハンドルデバッグっていうので、なんかデバッグに出力する何かを書くんですね、多分ね。書くというか、ここで渡してるか書くんだろうけど、チャンネル4の、ライトデバッグというので何かしら書きに行ってるっぽいですね。で、チャンネル4と、この後ろのインとかフリーインとかね、インとかは何か大事な役目をしてるっぽいんですけど、あ、これ間違ってんな。イン歩く、大丈夫か。イン、チャンネルで、これフリーか。フリーのチャンネルというのを渡してあげるということですね。で、チャンネル2が、フリーでもらえるので、もらってくると。あ、もらってくるというか、そうか、フリーすると。そうすると、チャンネル2が新しく、チャンネルズが、チャンネル2に新しく変わるので、CHS か。はい。で、ループにすると。チャンネルズ2の、ペアレント、デブ2ってことですね。はい。これなんで間違ってる？デブファン4の3で、ライト4、3、チャンネル4、アウトで、チャンネル4で、フローム、チャンネル、フローム。合ってる気が、あ、これか。はい、で、この続きがまだあるのか、まだあるんですけど、一旦ここで説明すると、ループの中で本当にやりたいことはこれだけですね。アロックとフリーだけなんですけど、
そのフリーとあとこれループですね、また同じところに戻れっていうことで2つループしてますけど、それ以外のこのシスハンドルデバッグというのはめちゃくちゃ増えてて、でこれでデバッグ情報を渡して、で持ってきたデバッグ情報を引き渡して引き回す感じですね。でまたデブがここに来るという感じで、これはデバッグオプションズなので何かしらなんか情報を引き回すためのものみたいです。でハンドルデバッグすると多分ライトデバッグというのが動いてデバッグ情報が書き出されると。でこの辺の処理を、ビヘビアを使うと勝手にやってくれるんだけども、これ使わないでやる場合はこんな風に書けよってことですね。はい、だからビヘビアはむちゃくちゃ便利だぞということを言いたいんだと思いますけど、まあ内部的にこうなってんぞっていうのもちゃんと示してくれるのもすごいいいですね。sys ハンドルシステムメッセージというのを送ってあげると。でなんかこれシステムメッセージっぽいですね。システムのメッセージが来たらリクエストフロムペアレントっていうのを入れてチャンネル4と引数が多いとよくわかんないですよね。チャンネルズを渡してあげるということをしてエンドですね。はい、であとシステムコンティニューとターミネートとかあるんですけど、これ長いな、もうちょいか。はい、でこっからですね、さっきは書き出してたんですけど、ここは何をするところか、デブチャンネルズ、ループはあれですかね、システムコンティニューとか、デバッカーが中で何かやらかすんで終了した、今日なんか終了しちゃった時とか一旦システムを止めるんで、止めた後にまたコンティニューするときとかにこの辺を呼び出すから、ちゃんと復帰する方法を書いておけよってことなんでしょうか。よいしょ、NCHS ステートファンっていうのがありますね。これはよくわかんない。チャンネルズで OK で NCHS NCHS2 つ渡すと、はい、 OK カンマですね。はい、次でライトデバッグというのが最後にあると、デブのイベントのネームですと。はい、これは呼び出してたやつなのでこの辺で使ってるやつですね。これが最初で 1,2,3,3つ来るはずなんですけど、どれでしょうね、わかんないな。IO フォーマット、まあ何かしらで呼び出されると、ハンドルなんちゃらの中で呼び出されるんで、まあどういう形であの引数がね、この辺の引数がどういう形で渡ってくるかわかんないんですけど、イベントイコールニョロ P ニョロ N と、あニョロ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 とで P のとこに、ネームとあたたたたネームとイベントを突っ込めということですね。はい、 OK ですね。ちょっと全然わけが分かってないんですが、一旦これで打ち終わりですね。ここがなんかエラーになってるけど、ステートファンのチャンネル CHS で NCHS、 C が小文字だ。はい、こういうことですね。
でフリーとアロックは、定義されてない、チャンネル図も定義されてないので、こういうエラーは出ると思うんですが、システムコンティニューとかシステムターミネートとか、はおそらくさっき言った通りで、途中でデバッグが挟まって何かしらの処理をするので、その状態から元の状態に復帰するための処理がここになるんだと思います。で、ループを呼び出すだけなんですけど、チャンネルズとデブっていうのは、内部的に持ってる、状態ですね。状態がこういうふうにまとまっていて、グローバル関数みたいな、グローバル変数みたいな、もうどこにあるか全然分かんないみたいな状態に ならないので、あの R&の場合は他の C とかだとね、あそこにグローバルがあってこっちにもグローバルがあってみたいな状態になってて、全部ちゃんとしてあげないと、あの復帰できないとかあると思うんです。復帰っていうかね、そのちゃんと元に戻らないっていうのがあると思うんですけど、その辺が一元管理というか、まあしっちゃがめっちゃがにできないっていうのがあるので、この辺でパッタッとシステムコンティニューみたいなのを書けるっていうのがまたいいとこなんでしょうね。で、システムゲットステートっていうのがあるんですが、まあこれはよくわかんないですね。あ、ステートを返すのか。内部で持ってるステートを返す関数ですね。だからここでチャンネル図を返してあげればいいっていうことですね。で、システムリプレイスステートっていうのもあって、これはリプレイスか、システムを置換するような関数ですね。だからデバッグを継続できるってことだと思います。あの新しく変えた後に、今の状態をそのまま保ったまま、デバッグを続けられるってことですね。だから途中までこう、例えば何か何桁も打ち込んだ後に、さっきのやつだと、今の状態保って新しく何かバグってて、新しく直したコードをボンと載せると、今の状態保ったまま続きのテストができるみたいな形でしょうかね。はい、でライトデバッグで、書き出してるんですけども、ハンドルデバッグって中で呼び出してるので、まあ、この中身がどうなってるか分かんないっていう感じなんですけど、まあ、これは次回以降おそらくこの下に、書いてあるので見ていこうと思います。ということで今回は以上。次回お楽しみに。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。では次回。